はい、どうもこんにちは。あずきガムゲーム実況チャンネルです。今日はね、ログインボーナス、なんとね、1000日目ということになりましたね。まあ、記念すべき日だったんで、早速ね、動画を撮り、ここからね、撮り始めてみました。ということでね、まあ、プレゼントが大きいですね、かなり。うん、10個。1000日でも10個っていうね。まあ、でかいよね、この10個は。で、まずね、最初、神羅万象コラボ、のね、チョコのやつ、引いていきたいと思います。まあ、これはもう、さらっとね、引いて終わりにしましょう。てんたんたんたん。もんぽですね。もんぽ、もんぽ、もんぽって。んぽんぽって。で、ね、皆さんにこう謝罪をしないといけないんですけど、この、王妃の、舞踊神殿のね、クエスト、最初からね、実況しようと思ってたんですが、ノリでね、アテナ、闇アテナパでね、行ったら、1回をクリアできてしまったんで、実況はね、2回からとなります。まさかクリアできると思ってなくて、まあ、適当に行ってたら、まあ、大体どんな感じか見えるかなと思って行ってみたらね、まさかクリアというね。ということで、今回は、2回、からね、実況していきたいと思います。でね、今回使うのはこちらのパーティー。まあ、一応貴族性強化っていうところがあるんで、まあバステッドでも使えばいいんじゃないかと。まあ、フレンダさんの方は、まあ、まだ牽制してなかったりとか、まあいろいろ難はあるんですけども、まあこれでいいでしょうということで、いきましょう。イエーイ。まあ、わざわざバステッド使う理由はないんでね、まあ、自分のパズル力を鍛えようっていう話ですよ。要は。1秒減ったんだけど。これは、バステと使おう。ワイルドキャッチ。ワイルドキャッチ。これで、まあ伸びるからね。はい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 。パズル力強化よ、これ。我がパズル力よ。強化した。まあ、よし。4、5、6。おー、6コンボ、6コンボ。まあ、前回のね、セルケとハイのようなね、ダメージ全然食らってねえし。まあ、まあまあまあ、前回のセルケとハイのような無様な姿は見せたくないよ、イェイ。これで、まあ、これで1、で、これで5、6。6コンボ。いけー。あれ？なんでかな？火力少なくね？うん。4コンボ以上で倍率上がってくよって。で、スキル。さっきスキル使ってあれしかいかなかった。まあまあまあ、どんどん使っていこう。ただだからね。あー、闇揃えたかったな。まあこれで、まあ、スキルも使ってるから火力も倍になるから全然削れない。しくった？やらかしましたか、これ。もしかしてやらかしたかもしれない。あると思いますってやつですね。わっと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 、わっ、わお、オーマイガー、やばい。生きて。ひどいよ。ユリエ悲しいです。まあやめよう、こんなことを言うのは。もうね、この子に頼りましょう。もう考えたら無駄だった。余計なことは考えずにヨグでよかった。もうどんどんヨグろう。もうヨグ様ですよ。ちょっと待ってね、俺やらかしたかもしれないよ。よし、これもういいので、ブーンっつって。あれ、これ回復揃えないとダメだっけ。80%6 倍で、あ、普通に光2コンボでいいのね。よしよし。で、光2コンボできない。
こういう時はね、もうどんどんスキル使う。おお、スキルが溜まっていない。やらかしている。ここでもう、あー、揃えたかった、もうちょい。まあ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 、ここ耐久でね、十分いけんのかな。まあまあまあ、回復ちゃんとしっかりすれば大丈夫でしょう。これでもう、ああ、まあここで下で木が偶然揃ってるから、よし、まあ、まあここで抜きたいところではある。まあこれを使おう。で、追撃はいらないから、まあウェイ決めんの？別にしよっかな。別の方がいい気がする。おら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 、イエーイ、ヤッホーイ、いけー、削れー、ドド、残った。それは予想外ですよ。はい、なんかやりすぎた感はあるけど、まあいいや。やりすぎてないかこれ。まあこんなもんかな。まあこれで借り切ってほしい。よーし、やっぱりヨグ強え。根性持ちか、根性持ちか。でもこれって追撃持ってるから、うちの子優秀なんでね、追撃持ってるんですけども、まあ、とりあえず回復は縦に組めばいいから、まあ光にコンボはまあできるでしょう、どうあがいても。これでもいいよね、これでいいんじゃない、これでいくんじゃない、もしかしたら。ドドドドドド、あー、いかない、意外と硬い、お硬いんですね。あー、お硬い、意外とお硬かったってことなんで、まあこの辺はでもね、ゆっくりゆっくりまったりね、こうやって削っていけばまあいいんじゃないかとね、いう感じですよ。ちょっと秒数がもうちょい欲しいな。あれ、なんでこっちの方が削れてんの。大丈夫だよね。光吸収は効いてない、光吸収は効いてないけど、これ全開すんじゃん。まあいっか、これだって余計なことしないとダメ。少しでも光残そう。よしよし、まあこれ回復されてもしゃあないよ。激減すんの。まあいいや。あー、まあこれでいいんじゃないかな。5で、まあ6で、まあこれでだいぶね、いけーって。まあ硬いな、光作ってくれるからいいけど、これ光作ってくれてなかったら相当厳しいよ。これでまあ少しでも火力上げていこう。あー、これダメージ量的に倍率が一番高いの出てないからやばい。回復すんの、攻撃しないで。これはもう抜きたいから抜きましょう。グリモワール使うの、使っちゃえ、ドン。でまあまあね、いつものウェイ君でね、いいんじゃないかなと思いますね。うん、まあこんなことかな。まだちょっと上手くないけど、まあこれだけ借りきれないの、借りー、お亡くなりになりやがった。ファッファッ、やってくれたな。いやいや、なんかでもね、いける気がする。
言うていける。もう読めましたね、これは。まあ、最初耐久するしかないのがね、正直辛い。でも、ここさえ抜ければ関係なしシングよ。いい。間に合わなかった。まあ。まあ、どうにかなる。最初スキルダメだから、まあ死なない程度に。こんなもんかな。まあここ火、まあ変える必要なかったと言われればないのか。で、まあここは読めてた。で、これで抜いても多分半分だから全然足りないから、もうちょい時を見た待たないとダメだな、これは。あれ、これいいんじゃない。3、4、5、6、7コンボ、イエーイ。8、9、あ、10コンボ。山田もびっくりよ。懐かしいな、山田コマーシャル。オーマイガー。これで回復、まあこれで何割かは。で、列でいきますか。列大作戦でいこうか。おら、3、4、5、6。あ、もうこれはいったね、抜き切ったね。いっただだだだだ。なんで残るんだ。まあこれ回復増えるんで、これで回復増やして、多分これ 2way 決めた方が強いのかな。なんかそんな気するな。あ、これはこっちにした方がいいね。まあこれで、まあこれで抜け切れてなかったら驚き桃の木三所の木ですね。まあ抜けるでしょ、これは。ガガガガガガーンと。で、ここだ。こいつ根性持ちなのよ。シャイニングフレア。根性持ちだろ。ウェイで行こう、ウェイ作戦。ウェイウェイしてくぜ、大作戦で行こう。だから、まあここで切って、いや、なんかこっちの方が強そうなんだけど。よー、まあ抜け切って、これで。抜ける？いけるでしょ、君なら。じゃーんといかない。あ、ここで、ここでこれ使えばいいのか。微妙いかなー。でも、いや、この選択肢はありだな。根性持ってるから、まあこれ使うしかないよね。で、まあいつも通りの光やって回復やってだから、まあ、少しでも分けられるようにしないといけないから、まあこういうこと。まあ、これでいいんじゃない。 4、5。 よしこれは抜けた。これはいった、絶対いった。だって HP 満タンだし。ガガ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 ンで追撃。よし。水ドロップが落ちやすくなったけど、5ターンのスキル回収はでかいな。少し、まああんまり気にせずいきますか。ここはしゃあないね。これで4コンボ。おー、水ほんと落ちてくるな。ダダダダダダーと。あー、なるほどね。でもここはなるべく迷惑かけない、迷惑ってか普通にね、クリアしたいから、光は揃えたくないな。これでいこう。次光2コンボで消すかな。なるべくね、ここは、まあ、スキルダメ含めてちゃんとスキルを貯めていきたい。よし、これはいいんじゃない。なんだかんだ言って3コンボしてるから、微妙すぎる。まあスキルがたまるからギリギリまで我慢しよう。できればね、ここで安心してここで借り切りたいっていうのはあるけど、まあ、こればかりはしゃあない。これでいっか。これでいいな。
これでどう、光どれくらい、あー足りない光が。次死んじゃうな確実に。もったいない気がするけど、回復ないと積みそうだから、次の使用まで13ターン、まあ、こっちの方がスキルレベル上がってるからこっちだな。もったいないな。これはもうウェイクンでいきましょう。ウェイクンの術で、まあ最後ウェイじゃないけど、まあしゃあない。うん、これでまあ借り切れるのはよしよしよしよーしよ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 し。うっ、水吸収と水ロックされたの。強敵出てたよね。33で耐久すんの。ちょっとリーダースキル確認。光2コンボ以上でダメージ軽減がつくから、まあ軽減はしたいところだよね。一気に抜く、一気に抜こうかな。強敵ついてるから怖いもんね。抜こう。で、まあウェイ決めまくるか今回も。いやーダメな気がする。水ブロックを信用しちゃいけない気がする。よし、行かない全然。オップのオップのオップね。これは水消しちゃうかな。水欲張って、まあ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 、これでまあ耐久勝負だな。いい、頑張ったんじゃない、割と割と頑張ったんじゃない。でもここまでかな、光が足りないもんな。これでいけるか、これでいけるんじゃない。いや、これでいけなかったらねえこれでいけなかったらそれはそれで問題よ。これいいんじゃない。ウェイめっちゃ決めた。これでいけ、これでいってくれ、マジでいって、いって。急コンボしてるからこれで抜けなかったら問題よ。いけー、よーしよしよし。ぐは、これも根性持ちか、これも根性持ちか。これでやるとどうなる。お邪魔ドロップを水簡単に変えてくれるけど、火を、闇を光、闇もまあ割とあるけど、あー光4、ウェイが2個組めんのか。微妙いな、なんか抜けきらない気がする。硬いもんなこいつ。でもこの辺で死なれるとそれはそれで困る。ここで耐久すんの。強敵は出てないのか、多分強敵出てないことを信じて、ここは普通に、ま、回復コンボ決めてHP 満タンの状態で耐久っていう状態まで行ったら、まあ、そこでいいや、終わりで。あー、まあここで闇は揃わない。これで小山の大将4コンボ以下、全然いい全然いい。これ一旦縮めないの。なるほどね。これは今8割でリーダースキル発動だから、まあ、8割あるでしょう。これ抜くか、抜いて、抜いちゃおう抜いちゃおう。もう抜くの。いや抜くでしょ。でだ、ここからこ
これでいいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？来たんじゃない？いけいけいけ！抜け！ドドドドドドドーン！あ！やばい！やばいか？ああ！回復ここつなげんの忘れてた追撃で。負けた。ということでね、今回は勝てなかったんで、また次でスタミナ回復し次第ね、もう一回やり直していきたいと思います。悔しい。いやでもね、希望は見えましたね、だいぶ。まあ、バステトパが全然ダメだったのに、まあショックだったんですけど、まあ時代は良くかなと思いましたね。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回のね、リベンジマッチに、まあ期待しておいてください。